はいはいはい。あの、北海道の旭川っていう場所はですね、一体どうなってるんですかねどうなってるんですかね今ですね、あの世間を騒がせておりますですね、え、北海道旭川市でですね、17歳の高校生、17歳の高校生がですね、橋から突き落とされて殺されてしまった事件。え、もう容疑者のですね、このね、内田という女、この内田という女なんだけれども、なんとですね、捜査担当員、捜査担当員であるですね、刑事とできてました。不倫関係にあったという形でですね、大騒ぎになってます。で、これね、文春の記事だからね、本当の かなと文書なんてまた嘘なんじゃないのかなというふうに思ってですね記事をいくつか読んでいたんですけれどもあのね多分ねこれね本当だわえっ、ー、とねあの警察庁内のですね人事にまで触れていてこれ人間特定しようと思ったら簡単に特定できる情報が出てきていますで警察署の所長にもですね突撃の取材をしていてその反応も書かれてるんだけれどもこれ多分ですね本当だわ。 うん。もうあのね、もうほ、この北海道の旭川っていう場所はどうなってるんだということをですね、言いたくてですね、えー、この住所、あの、僕のアーカイブに残そうと思いましてですね、動画を作ることにしました。どうも、闇の熊さんでございます。はい、ということでね、北海道の旭川はね、ほんとね、どうなってるんですかね。これとは別の事件だけれども、非常に有名な事件。はい、サーヤさんだよね。えー、サーヤさんがですね、これ14歳の中学生だったんだけれども、えー、いじめられた末ですね、川の中で投資をするとね、えー、遺体がですね、凍りついた状態で見つかるという形のですね、あの事件あったでしょう。で、この事件ですね、昨日かな、一昨日かな、 やっとですね、あの調査のが終わったみたいでですね。いじめが関連していた、いじめが関連していたということが,ことことがです、ね、公表されたんだけども、こんなまま状況を見てたらわかるじゃねえかよ。いじめがあったんだよ。いじめの上で殺されたんだよ。ね、だこんなことをですね、あの結論付けるまでに、何年も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 かかると、ね。当時の容疑者はですね、もう高校も卒業してるんじゃないのかしら。大学にも行ってんじゃないかしら。ね、っていうくらいですね。北海道の朝日川というのはね、こんな明白な事件がですね。なぜか、なかなか解明されない。 っていう異常な状況にあるんだよ、ね、で、これとはまた別の事件だけれども、今回大騒ぎになっているこちらね、橋の上から裸で落とされた事件。あの、この、うちらというバカな女はですね、なんでね、あのね、あの、17歳の女子高生を殺してしまったのか、簡単でよ。知ってますね、写真撮られてたからっていう話あったでしょ。あのね、あれ、ラーメン食ってる写真なのよ。このバカ女がね、ラーメン食ってる写真をですね、撮影して、これを SNS にアップをした。だからもう許さないっつって、10万円のですね、あの、慰謝料払えって言って、ね、追いかけ回した後ですね、それが払えなかった。えーで あるならば殺しやるっつってですね、あのスポンポンにですね、裸に向いてね、女の子は裸にしてですね、連れ回してあげく橋の上から突き落としたっていう疑いがあるんですよ。ね、でこれでですね、あの当然ですね、大事件になってですね、捜査が始まるじゃないですか。ね、したらですね、そのね事件が起こる前から今回のその捜査員、その捜査員とはですね、不倫関係にあったということがですね、この女の子から暴露されまして、本当かと調査をした結果どうやら本当らしいんですよ。でね、そのねあの警察官、あ刑事か刑事はですね、これで、ね、人事異動でですね、まあの捜査から 外れてしまうという状況になってるんだけどそこまでですねどうも取材が及んでるみたいででねこういったね公務員のですね人事異動っていうのは公表されてるからあの追おうと思えばいくらでも追えるんですよだからねこれね多分ね当なんですよ本当なんですよ本当なんすよんね俺ら市民がさ最後に頼るのって警察じゃんその警察がこの低たらくであることがですね今の北海道の旭川なんですよ絶対 大行きたくないとか。サーヤさんとか超かわいそうだしね。はい、ということでですね、これね、このね、ちょっと信じがたい事件ですね。僕ね、もう動画にするの俺嫌だったからさ、ずっと、いや、実際読んでこなかったでしょ読んでこなかったからですね、ちょっとね、おおよその事件のあらましからですね、今回のですね、あの、お話ですね、一気に行こうと思います。行きますよ、行きますよ。こっちからでいいのかな はい、いきますね。えー、衝撃不倫、誰とでもすぐと、えー、旭川17歳の女子高生殺人、えー、内田理子容疑者とですね、えー、事件担当刑事が不倫刑事、えー、不倫関係にあったと、ね、えー、所長は取材に対し、否定もせず北海道の本部はという記事なんだけれども、この記事にですね、行く前にですね、えー、どこ、どこ、どこ あこの記事行っちゃうかいきなりね。行きますね。行きますね。はい。行きますよ。はい。えー、今年の4月ですね、北海道の旭川市で、17歳の女子高生が橋から落とされて殺害された事件。これね、裸に向かれてたらしいんですよ。ね。あのね、見、見つかった後ね、遺体が見つかった後ですね、あの、人間を特定するのが難しくなるように、裸にていたらしいんですよ。もう計画殺人じゃんね。殺人の疑いでですね、再逮捕された内田理子容疑者21歳と、同事件を担当していた北海道警、北海道警察のですね、旭川中央署の X 警 X 警部補が実は不倫関係にあったことがです、ね、取材で分かりました、えー、旭川中央署の署、ね、長は取材に対して非常に否定をせずです、ね、北海道警本部はです、ねえー、個別具体的な内容については回答を差し控えますと2、えー、人のです、ね、不倫関係が殺人事件の捜査に影響を及ぼさなかったかどうか今後、同警にはです、ね、詳しい説明が求められるであろうとね,でこれですね公表されない可能性の方がどっちかが高いんですよ。 不倫って結構個人的な話であってですね、今回の殺人事件とはおそらくは関係ないでしょう。だからね、公表されない可能性が高いんだけれども、でもちょっとね、世間で騒げばですね、これ公表しなきゃいけなくなるだろうから、これどうなるかわかんないよ、まだ。ね、行きますね。えー、女子高生は橋の置いてきただけだ。私は突き落としていないとですね、この犯人のうちでは言っております。えー、っとですね、女子高生、えー、村山ルナさん17歳を、旭川市内の警告、えー、カムイコタンのですね、えー、か、えーななな、なんとか大橋、カムイ大橋、カムイ大橋でいいのかな、えー、カムイ大橋からですね、 10メートル下のですね、石狩川に、石狩川にえ突き落として溺長させたとして、え、内田とですね、栄子容疑者19歳が再逮捕されてから約3週間が経過をしましたよね。はい。え、このバカね、このバカね。え、そしてですね、内山、え、村山さんがですね、内田の写真を勝手に SNS にアップをしたことで、え、内田が激構で、これね、ラーメン食ってる写真なんですよ。何がそんなに殺さなきゃいけない理由なのかわかんないんだけど、え、内田はですね、村山さんに10万円を要求して電子マネーで送金させようとしたところ、失敗したため、え、射程のですね、英子ら、 三人を従えて、えー、この市内のですね、道の駅でですね、村山さんと待ち合わせ、その後、旭川市内まで車で連れ回しました。えー、内田はですね、恐喝後、えー、監禁、えー、不同意わいせつの疑いで、他のメンバーらとともに逮捕されていましたが、最後に殺人の容疑がかかりました、えー。現場にはですね、防犯カメラがなく、内田自身もですね、女子高生を橋に置いてきただけだと、えー、突き落としはいないと供述、さらに犯行直前にはですね、村山さんの衣服をですね、脱がせて、山中に遺棄するなど、えー、隠蔽とも取れる行為をですね、 行っております。とねえ、警察はですね。6月の25日等、身大の人形を実際にえ、カムイ大橋から川に落下をさせて実況見分をするなど、えー、慎重にですね。捜査を進めているという状況でございます。で、この女なんだけれども。 はい、誰ともすぐやる女でですね、いわゆる穴もてはしていたね、とりあえずですね、あいつすぐやれるからさ、そばに置いとこうぜ。そんなね、それモテるとは言わんのだけどね、それね。うんまあ、そういう女だったらみたいなんですよね、えー。これまでですね、週刊文春は、主犯であるですね、えー、うちらの地元での悪行について報道してきました。また、6月2 0日の発売号では、うちらの性欲モンスターぶりを商法とね、えー、高校のですね、同級生とお泊り会で自身の陰部を触るように要求するなど、性に奔放な一面を覗かせておりました。まあこんな女はいっぱいいるんだけどね、えー。さらにですね、少子がですね、えー 入手した、えー、わ説動画には、高校1年の内田が制服姿で、えー、棒状のですね菓子パンをですね男性器に見立てて、えー、上下に大きく、ですね、えー、かな,なんていうのこ、四五器、大笑いする様が映っていると、だからこのくらいのことはですねギリギリやりますわ、みんなな、はいえー、そうした彼女の大胆すぎる性格は、えー、逮捕の直前までとどまることはございませんでした、ね、特定の彼氏がいるようには思えませんが、誰とでもすぐやるから、いわゆる穴もてはしてました、体の関係だけで男とつながっているような子でございます。はいえー、同級生よりはですねむしろ年上の男と関係 持つここととがが多かかったかなれれででですすねあの警部補がやられてるんですよ、ね、えー、どこだっけどこだっけえー、そして今回はですね、X 警部署のですね、えー、不倫が明るめに出たのでございました。さあ、その記事行きましょうか。はい、こちらでございます。行きますよ。はい、衝撃すぶ、スクープ。え、旭川17歳、女子高生、え、班、え、女子高生殺人犯、え、内田理子とですね、担当刑事が不倫していたというですね、え、これ昨日のですね、大スクープ記事になってますね、これね。はい、行きますよ。 え、北海道旭川市で起きた17歳の女子高生殺害事件ね。えー、殺人容疑で再逮捕された性欲モンスター、えー、内田理子の供述から、えー、なんと北海道警が侵犯する事実が浮上しました。で、これがひたかくしにされているというとね、えー、事件の裏に潜む闇を照らす衝撃のスクープでございます。ね、要は刑事とできていたって話だよね。え、えー、あ北海道旭川市のですね、えー、三条通り六丁目界隈は、地名をなぞってですね、三六街というですね、通称で道民に親しまれております。ススのに次ぐ道内第二の の辺観楽街には約1000軒の飲食店がひしめき合い週末になりますときらびやかなネオンに包まれて観光客や地元の良い客そして若い客引きらがですね工作をするようなそんな街でございますこの街を拠点とする若者中心の不良グループが三六キッズであるとね殺人の疑いで北海道県にですね再逮捕された朝日川市のですね無職内田理子容疑者21歳もその一員とされておりますそんな朝日川きっての悪として名を馳せた内田は許されざる人物と実は関係を結んでいました 刑事さんなんなだよね何がいいのかねわかんないね。はい。えー、このね、えー、森石っていうのはね、えー、森石のですね、女子高生、村山ルナさん17歳を、旭川市内の警告、カムイコタンのカムイ大橋からですね、10メートル下の石狩川に突き落として溺死をさせたとして、えー、うちだとですね、A 子容疑者19歳が再逮捕されてから、約3週間が、経過しました。これが、あの、亡くなった村山さんですね。 で村山さんが、えー、うちらの写真をですね、勝手に SNS にアップしたことで、うちらが月光と、これ、ラーメン食ってる写真をアップされるのが何がやなんだろうな。えー、うちらをですね、村山さんに10万円を要求し、電子マネーで送金させようとしたところ失敗したため、射程のですね、A 子ら3人を従えて、えーど、ど、なんていうのな、なんていうの、何しないだっけ、これ。もう、ル、ルモイしかルモイしかうんなるなる、ルモイしね。えー、ルモイ市内のですね、ルモイね。ルモイ市内の道の駅で村山さんと待ち合わせ、その後旭川市内まで、車で連れ回しましたとね、えー内田は 強括監禁不動意外説の疑いで他のメンバーらと共に逮捕をされていましたが最後に殺人の容疑がかかりました現場にはですね防犯カメラもなく内田自身もですね女子高生を橋に置いてきただけ突き落としはいないと供述をしていますさらに犯行直前にはですね村山さんの衣服を脱がせて山中に遺棄するなど隠蔽とも取れる行為を行っているつまりね最初からね死んでもいいよねというつもりでですねこれ連れ回しなんですよで警察はですね6月の25日等身大の人形をですね実際にカムイ大橋から川に落として実況見聞するなど慎重 非常に操作を進めておりますね。そしてですね、土木工事をメインに、車やバイクの修理も請け負う父と、介護関係の仕事もする母のもと、内田はね、犯人の内田はですね、2人兄弟の長女として旭川市に生まれました、幼少期はバレエなどの習い事にいしんでいましたが、地元の中国に進学をして以来、素行の悪さが目立つようになっていきました、はい、内田の友人が語ります、ね、え、別のですね、中国の後輩の子が気に入らなかったですね、リコはですね、そのことことをえ、無言で3回も自転車で引いていました。え、何やってんの、こいつででもですね。 その後、共通の先輩がいることを知ったリコは、その子の、その子のところに飛んでいって、土下座をしていました。自分が裂かれないような、目の上の、目上の人にはですね、ヘコヘコとするタイプなんですと、本当によくいるタイプだよね、このクソ女ね。えそして、隣町、美瑛町のですね、公立高校を卒業後、地元のですね、大手化粧品メーカーの販売店や、三陸外のですね、ニュークラブ、ジェインのキャストね、要するにあの、風俗、風俗場じゃないけれども、まあ、ホステスみたいなもんだよね、を務めるなど、職を転々としているとえ、22年の暮れから23年の初頭にかけてリコは、 え、関翼というですね、変わった現氏などで、え散発的にえ J にですね、出勤をしていました。え、直前まで関西にいたらしく、え関西弁を駆使して、基本的にはその場のノリだけの薄っぺらい接客でした。本市名のお客さんは一人だけ、それでも月に20万円ほどはですね、稼いでいたらしいんですよね、とね。要するに定食に就くこともなく、自堕落に地元のナイトライフを謳歌する内田にはですね、10代の頃から薬物の噂も出回っておりました。ま、あやってそうだよね。高高校校時時代代のの同級生が回想しますと、えー、高校時代ですとでねリコは口の中 で溶かすですね溶かすと舌が青くなる睡眠薬を友達と一緒にやっていて、えー、飛んでいましたえー、ここまで子妻もここ最近もですねタイマを愛用しているという話が出回っていて地元の先輩からはあいつの車にはタイマがあるから一緒に乗るとパクられるかもしれない絶対乗らない方がいいと助言をされましたそうしたうちらのですね悪しき評判は地元暴力団組員とのですねこういうきっかけに、えー、加速度的に広まっていくわけでございます、はい、捜査関係者が明かしますえー、女半グレとして有名な悪でございましたねうちだはですね旭川の初 出でではですね、女ハングレとを知らない捜査員は潜りりとと言われておりました。というのも、内田はですね、旭川を拠点とする暴力団の末端構成員と密接な関係を持ち、要するに、まあの、ヤクザの女だったんですよね。え、シャブのですね、おろす先になっていたと見られているため、え、内田はですね、エ子をはじめとする自分の射程たちに覚醒剤を売りさばかせ、え、暴力団からですね、ぶっちゃ、つまりあの、売人ですよね。暴力団から売人として利用されていた可能性があるのでございます。なんかやられて、やってそうだよね。え、22年からですね、 全国各地で発生したルフィ事件。まあ、有名だよね。えー、事件はですね、主犯のですね、4人中3人が、なんと北海道出身です。北海道大丈夫なんでこんなに荒れ果てんの、北海道って。えー、彼らがですね、一時期、すすきのですね、拠点としていたこともありまして、同警は、特、え、流、ー、これね、匿名のですね、えー、流動型犯罪グループの、えー、摘発にですね、追われていると。こうした経緯もありまして、諸葛所轄署としては、構成員にも顔の利く、内田をスパイにして、地元の暴力団を一網打尽にしたいという思惑もあったようです。ほんかよ。だから、 この内田というです、ね、殺人犯は警察とそれなりに仲良くする立ち位置でもあったらしいんだよ。本当かよと思うけど、まあ完全な嘘ではないんだろうな。えまたですね、少子のですね。 6月20日発売号では、内田の生育モンスター彫りを商法とえ、高校の同級生とのお泊り会で自身の陰謀を触るように要求するなど、生に奔放な一面を覗かせておりました。さらに、少子がですね、入手した、入手した動画には、高校1年の内田がですね、制服姿で棒状の菓子パンをですね、男性器に見立てて、上下に大きくしごきですねえ、大爆笑する様が映ってると。まあ、まあ、このこれこれはやる子はいっぱいいるのかな。まあねえ、そうした彼女の大胆すぎる性格は、逮捕直前までとどまることがございませんでした。 え、特定の彼氏がいるようには思いませんでや、思いませんが、誰とでもすぐやるから、いわゆる穴持てはしていました。体の関係だけで男と繋がっているような子でございました。同級生よりはですね、むしろ年上の男と関係を持つことが多かったかなと。 はい。えー、この詩人はですね、実際に内田の先輩に引き合わされたことがあるというと、えー、一度ですね、これね、リコと飲んだ時ね、酒をね、えー、知らないですね、二三個上のですね、先輩のところに連れて行かれたことがあるんですよ、と。私は先輩から膝の上に乗りなさいと求められましたが、普通に無理だったので、当然帰りました。まあ当たり前だよね。えー、リコはですね、そうやって男にいいように扱われるパシリみたいなところがあったんですと。えー、本人はですね、ヒップホップをよく聞いていて、昔から割とコワモテのヤンキーっぽい人とつるんでいる印象でございますとね。えー、まあね、あの、なんだろうね。<laughs> 本当にね。公衆便所だね。よく言うね。昔からね。はい。えっ、ー、とですね。朝日川をですね、我が物でカッポして、好き放題に男を漁る内田、えー。そんな彼女にですね、特別な出会いがあったのは、今年に入ってからのことでした。このね、特別な出会いがやばいんだよね。はい。刑事さんです。えー、3.6階の、えー、とあるバ、えー、すでに複数の男と浮き名を流していた内田は、ある年上の男性と偶然知り合って談笑していました。内田のタイプだったんでしょうか。酒きを交わすごとに親密さが増していき、えー、上機嫌によった二人は夜の街に消えていきました。この男は一体何者か。 捜査幹部が打ち明けます。えー、朝日川中央署の X 警部補ですと、えー、実は内田はこの X 警部補と肉体関係を持っていました、えー。彼はですね、5月まで同署の刑事第一第一課強行犯係で係長を務めていました。えー、今回の事件は同警本部の捜査第一課がですね、えー、主導しているとはいえ、えー、実際はですね、朝日川あ方面本部がほ、えー、管轄する朝日川中央署3階に調、えー、場相場本部があ立っておりました。つまり X 警部補は内田が起こした一連の事件を単 担当する刑事なんですね。自分の愛人がね。セフレがね。殺人犯になっちゃったえー。でも、その事件のね担当の刑事にもなっちゃったという状況だったのね。彼にはですね。妻子がおりまして、内田とは不倫関係にあったことになりますね。とねえー、旭川の中央所といえば2003年、えー、同系のですね。裏金事件の発端となった不正経理で一時期全国のニュースになりました。そんな諸葛長の係長が本来取り締まるべき女半グレと禁断の関係を結んでいたわけでございますね、えー、これだからね。本当っぽいんだよ。ここまでもう。 人物特ダレできちゃうでしょこれ。 これ、特定できちゃうんですよ。で、これ、う、ここまで特定されるとね、これ嘘のわけがないんだよね。さすがにね。はい。えー、前代未聞の不倫騒動を起こした X 警部について、同警の幹部が明かしますと、えー、彼はもともとはですね、組体え、組織犯罪対策局の畑のですね、刑事ですと、えー、同警の内部の評判は決してよくありませんでした、そもそもね。そこの悪さから、要注意人物としてそもそもこの刑事はマークをされているような人間でした。えー、そこを不良の二人には、愛通ずる部分があったんでしょうか。市内で王勢を重ねていたというと、えー、ところが4月下旬ですね、内田の 役を捜査員が退去して訪れたことで事態は一変します内田はあろうことか今まさに自分が捕まろうとする瞬間さえも SNS でネタにしようとしていましたえリコがですね逮捕される直前え彼女はですね自分の家に警察が来ているのを楽しそうにインスタのストーリーズに上げていたんですと頭おかしいよねえ気になったのでえ待ってどうしたのみたいな感じでですね DM をしたんですけれども結局その後返信はありませんでしたえ逮捕されて携帯が押収されたんだと思いますとねえそしてですね警察がですね押収したスマホの通信履歴や SNS のからですね え、浮上したのが、内田と X 競馬法の仲睦まじいやりとりだったわけでございますとね。はい、X さんと不倫関係にありました。これね、あのね、この内田容疑者がですね、もう言っちゃってるんですよ、これ。どうやらね。え、二人の関係を裏付ける証拠はそれだけではございません。え、5月にはですね、内田自身がですね、取り調べ、えー、取調べ官のですね、長所に対して、不適にもこう言い放ったらしいんですよね。え、中央署の X さんとは不倫関係にありました。はい、親密なやりとりに加え、容疑者からの想定外の自白を受けまして、北海道警の監察官は、 関室は急遽 x 警部補について調査を開始しました。はい、観察が入ったことによって、はい、x 軽物後方はですね。あの同月ですね。強行犯係の係長から裏方の刑務官に配置換えとなり、刑事ではなくなりました。あのここまでね。あのね、人事がですね。はっきり書いてあるんであればですね。これはね嘘じゃないのよ。調べればすぐわかることだからね。つまり、これは事実上の左遷人事え今後、観察はさらに調査を進め、x 警部補の男女不適切交際をですね。認定することになるでしょう。と。ただ今回のような不倫事案の場合。 えー、監督上のですね、措置となりますので、公表はされないと見られますと、確かね、公表する義務はないんだよね、こういう場合ね。また、えー、X 警部の左遷とですね、相相互して、えー、中央署内では不倫についての抜き打ち検査がですね、実施をされたというと、えー、抜き打ちだったこともございまして、そこで第三者との不倫が発覚をして、処分された署員が複数いたようでございます。他にもね、不倫してる奴らがいたと。相手が誰なのかはまだ、あの、明らかにされていないと。ね。 いやいや、腐ってますな本ほんと。えー、一時期のですね、一時の欲望に流されたことで、章を巻き込んだ騒ぎを起こして、警察官人生をね、棒に振ってしまった X 警部補。えー、彼はですね、周囲にこう漏らしていたというと、えー、俺はあまりにも運が悪かった。うん、全然反省してないね、これはね、はい。 しかし、うちらは、暴力団との関わりや、大麻や覚醒剤の売人として、非合法行為に手を染めている疑いが支えかれていた人物でございます。まあ、してや、後にですね、殺人容疑で逮捕される女半グレとのですね、えー、ただなる関係とあってはですね、えー、運が悪かったり済む話ではないだろうと、えー、X 警部補とですね、うちらの,の関係について、えー、旭川中央署のですね、渡辺署長に話を聞きました。はい、署長さんですよ、九段のね、行きますよ。えー、うちらとの不倫が原因で、X 警部補は刑務課に左遷されたんですかいや、職員のことなんで、私の対応で ではなくて結局観察官の対応になっちゃって否定しないんだよね、監察が入ったんですか、いや、だからそれも含めて、あるなしも含めて答えられないとはね、え配置違いがあったことは事実ですか、そこは申し上げられないですね、ごめんなさい、対応は監察でとねえ、殺人罪の容疑者と所轄の刑事が不倫関係にあるのは問題ではないんですか、一般的に言えば不倫はね、まあ、その殺人罪どうのこうのではなくて、不倫自体がね、もしそういうことがあったらそれはどうするんですか、一般的な話で言って、え誰でもそうえ、不倫問題だとは思うんじゃない同本部に うと,かかと次のよにに回答しましまた個別具体的な内容については回答を差し控えますととここれ多分本当なんだだよねだからこの反応を見てると、ねはい、6月の24日、少子の記者は、旭川市内の会社事務所から出てきた内田の父に声をかけました。ごめんね、ほんと何も知らないんだ。警察も全然俺知らないのさ。教えてくれないの何も。そして娘のことに関しては全く知らないから、殺人犯とその担当刑事による不適切な交際が捜査に影響したことはなかったんだろうか。えー、同刑人はですね、より詳しい説明が求められるであろうという話でございまして、 なんとなくこれ本当だなって感じません皆なさん。なんとなく本当だって感じません俺ちょっと感じてしまったよ。で、もうね、この頃この事件の頃からで、ね、この事件の頃からね、もう旭川ってなんて場所だと思っていて、イライラをしていて、で、出てきたニュースがこれですよ。殺人犯と警察の、刑事の不倫関係。 てるねーもうこの話をですね、もうね、永遠にですね、ネットで見られるようにですね、私動画に残したいなと思いましたのでですね、今日動画を作りました。はい、こんな感じで,ですね、ちょっとね、あのー、俺基本的にこの系の手のね、ニュースを取り上げるの嫌なんだけれども、今回ね、内容があまりにも、え、内容があまりにもであったんでですね、取り上げさせてもらいました。え、はい、こういうね、たまにはですね、これ腐った事件もですね、取り上げていこうと思いますので、もしよければチャンネル登録お願いします。というわけで、熊さんの動画を終わりたいと思います。朝からごめんね、こんなんで。ただ衝撃受けちまってよ。やだね、ほんと。